今回は鈴鹿走行テストでクラッシュしたマシンを修復し、10位完走でチームに今季初ポイントをもたらした25号車ホッピーシャツ GR スープラのホッピーチーム土屋の皆さんに ZF アワードをお送りいたしました。オリジナルマシンの GR スープラ GT300 を開発育成し、今回は予選6位から決勝レースをスタート。雨で荒れるレースとなったにもかかわらずポイント圏内にとどまってフィニッシュを果たしました。チームの活躍を支えたメカニックの皆さんの功績をたたえ ZF アワードをお送りいたしました。まず一番は無事に何もトラブルなく完走できたことが良かったと思います。前回の鈴鹿のレースではちょっと思うようにセットアップ詰めきれなかったんですけど、ここに来て、しっかりとその間スゴに乗り込むまでの、セットアップしっかり考えてくれたんで、出だしから調子良かったので本当に、ちょっとポジション落としたことは悔しいんですけど、その中でポイント取れたことはすごく、嬉しいです。クラッシュもありましたし、本当にいろんな経験をさせていただいてるんですけど、その中で今回まず初ポイントということで、しっかりとスタートから最後までトップ10の中でバトルができたというのは、純粋にGT のレースを楽しめましたし、今後に向けて大きな自信にもなったので、どんどん強いチーム、マシン、ドライバーとなれるように頑張っていきたいと思います。新しいチャレンジというところで、うちの若い、職人たちが作った車が初めてちゃんと、レースをしてポイント取ったっていうのは感慨深いです。本当にこうやって我々がこういう車を作れる、レースができるっていう環境を支えていただいている、本当にサポートしてくださる皆さんのおかげでこういうふうにやっと、レースができているので、本当にみんなこの1ポイントですけど、そのサポーターの皆さんも含めて全員で胸を張ってこの1ポイント喜びたいと思います。本当にありがとうございました。イエーイ。